はい、今回は百円ショップが値段を上げざるを得ないニュースと、原因は円安物価高だけではない件について考えてお話していきます。今回もよろしくお願い致します。少し前に、あのキャベツの、まあ内容について投稿をさせていただいたら、たくさんのコメントをいただきまして、時間がある時にあのコメントを読ませていただいて、まあ、僕も勉強させていただいて、まあ、僕も皆さんもですね、思っていることは同じで、この今の日本国内における経済のね。 まあ衰退国民生活の厳しさを思っているわけですよ。その中でこの100円ショップの気になる話題がありましたので、今回こちらの件をですね調べて考えてお話ししていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあ、僕はたまにま利用しますが、リスナー様もです、ね、100円ショップを利用される方、多くいらっしゃるんじゃないかと思います。今っていうのはのはあ 生活必需品の値段がどん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 上がっていって、ね、給料の手取りがどん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 下がっていくということで、このスタグフレーションという非常に悪い経済状況にある日本ですね。で、僕たち国民としてはですね、当然、買い物をするにはね、少しでも値段が安いものということを考えるのがまあ当たり前というか、まあ、そういった流れになるんですけれども、その中で100円ショップっていうのはね、 まあ商品を安く購入できるということで利用する方が多くいらっしゃる、まあ、そういったところなんですがそこが値段が上がるっていうことでこれっていうのは国民にとって大きな問題なわけですよ。で、まあ、何かっていうと日本国民の生活に大きく関係してくる。 でこれは正直難しいところもあるんですよ、あのそのそからくりっていうか、で分からないところもあるんですけど、そのわからないところには触れません、分かりませんから、でわかるところだけを考えて、まあ、こういったことなんじゃないかと思うんですが。 あのこの100円ショップの、まあ、値上がり、値上げですね、とか、この円安物価高っていうのもそうですけど、これっていうのは、詰まるところ、どういった問題に、えーね、着地するのかっていうと、まあ、日本経済が成長していないこと、失われた30年、つまり自民党の責任っていうことなんですよ。なんでかっていうと、世界はあ日本とは異なった状況に、えー、おるんですが、 例えば、ですねもしもどん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 ん生活必需品の値段が上がっていったりしても給料も同時に上がっていれ,ばい,あのいれば対応できるんですよ。ね日本というのは給料がどん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 ん下がっていって生活必需品の値段が上がっているそのスタグフレーションさらにそのね多くの国民が利用する100円ショップの値段が上がるということで国民生活がもう立ち行かない今状態になっているわけですね。だそれが一番大きなな問題なんですよ で自民党というのはそういったことを全く、ねえー、気にもしない、相手にもしないんですよ。自民党と大企業さえ良ければいいんですね。新自由主義という一部の人間たちさえ儲かればいい、えー、友達、仲間さえ儲かればいい、日本国民の9割が困ろうが、そんなことは関係ない。そういった考えを持っているのが自民党維新の会ですで。そういったところが政権をね、えーまあ、政権の舵を切っていることが問題なわけですよ。で 先ほどもお話ししましたが、僕もリスナーさんも働いている方、あるいは主婦の方もいらっしゃると思うんで、まあ、人それぞれではありますが、経済的に厳しいというのは、多くの国民の、まあ、8割、9割の同じ考えだと思うんですよね。そんな中で、例えばやりくりしていて、100円ショップを利用する、しかし100円ショップの値段,値段がどん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 高くなる、つまり生活がどん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 厳しくなっていくわけじゃないですか。この問題を考えないといけないいいとけんですね。 で、えー、先ほどお話ししましたがどのように解決したらいいのかっていうことは僕には分かり,分かりません分からないところが、えー、多数ありますがまあ僕も皆さんもこういうことを思っているとでまあ、そういうふうに、まあ、思ってるあるいはどういうふうにしたらいいのかっていうまあ、お考えが、ね、あればあるいはですね何かしらのその、ね、役に立てればと思ってまあこの件を考えていくんですがまずですねこういったまあ、ことが言われていてまあ、これはそうだなと思うんですがまあ円 円ですね日本,円日本円が1人負けしているっていうことなんで。 これが原因でさまざまな問題に発展すると、だからその生活必需品もそうですし、今回ね100円ショップの商品もそうですし、そういったものが手に入りづらくなっている、あるいはその外国からの輸入とか、そういったものにも悪影響を及ぼすということなんですが、これっていうのも、詰まるところ、自民党、自公政権の原因なんですね。じゃあ、例えばこれをどうにかする方法はないのか、あるのかっていうことであれば、もし僕に決定権があったら、あや,やる方法っていうのはあるんですよ、消費税廃止。 もう当たり前ですあの消費税廃止を一番先にやって、ですね消費税廃止、あるいはインボイス制度の廃止、あるいは日本国内の経済循環のためにね国民に給付金、あるいは中小企業に積極財政をする、もう当たり前なんですよ、それをしなければ良くなることってのは絶対にないんですね、絶対にないです。 あの勝手に放っておいて景気が上向いていくなんてそんなことはありませんのできちんと考えた上でえで、ー、していかないといけないだから僕はいつもお話しているように皆さんもそう思っているかもしれませんが消費税廃止インボイス制度廃止あるいはです、ね、日本国民全員に給付金中小企業に積極財政そういった政策が必要なのでそれをやろうとしているのそれを真剣に考えてくれるいるのは令和山本太郎さんしかいないわけですよだから僕は令和山本太郎さんを応援してるんですね。 あの本来であればこういうことを当たり前のように政治家が考えるんですが全く考えないわけですよ。話にならないわけじゃないですか。僕たち国民の生活がどんどん,どんどん厳しくなる、その一方ですよ。で、もう一つっていうか、まあ、その円安物価高っていうのもあるんですが、それとやはり同時にですね、大きな問題というのは、日本国内の経済の問題なんですね。国内の需要がどん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 減る、そしてさらにと、国力が低下していくっていうことなんで。 その内需、日本国内の経済状況が弱まっているその、ねえーまあ、国の通貨、日本の通貨、ですね、円、それはどんどん安くなるというのは当たり前なんですよ。だから自民党による内需がどんどん,どんどん縮小していった結果、円が売られる、これが問題なんで、やはり自民党なんですよね。 うん、内需拡大、あるいはですね、えー、日本国民の個人消費、GDP がどん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 上がっていけば、こんなことにはならないんですよ。自民党というのは分からないようにこういうことをやってるんですが、本当に国民のためにならない、えー、おかしいとしか思えない、先ほどお話ししましたが、自民党は何を考えてるのか、自分の周りにいる大企業、経団連、自民党さえ儲かればいいんですよ。日本国民のことなんて全く考えてないんでね。で自民党というのは口を開いたらこういうことを言うんですね。 インバウンドとかっていうんですが、完全に間違ってますからね、インバウンドで得られる、そんなものより、日本国内の、ね、まあ、内需、国内の経済状況を上げるには、GDP、日本国民の個人消費を上げていくしかないんですよ、こんなことを経済を真剣に考えてる人からしてみれば、当たり前なんですね、僕はあの経済の話は苦手なんで分かりませんけど、これぐらいのことだったらわかるんですよ、これをやるとして何をやるんだって話じゃないですか。 で岸田が国民の皆様のためにと、ね、言ってる意味が分からない、国民の皆様のためにという、こういうあの、ね、聞く気がまあないんでしょう聞くんだったら消費税を廃止しろ、インボイス制度を即やめろで、えーね、日本国民全員に給付金を配り、えーねえー、中小企業に積極財政、金を投じて、日本国内の経済循環を好、ねえー、循環に持っていけってことで別に難しいことでも何でもないんですよ。わざとやらないんですよ。わざとやらないとしか思えないんでね。でちょっと話が逸れたんですいません。 100円ショップって言って、まあ、皆さんも行かれると思うんで、ご存知でいらっしゃるかと思いますが、100円ショップ、あの100円均一っていうことなんですが、まあ、少し前からですね、まあ、僕も見て思うんですが、200円とか300円の商品が出てきましたよね。 でやっぱりこれについても思う人っていうのがいるんですよ、100円では買えないものが増えたなと、で僕もそう思います、別に100円でなければあならないことはないですが、100円ショップ、100円均一といって、なんか200円、300円とかっていうと、なんかちょっと悲しいじゃないですか、でそういうことをやっぱ思うんですよ、でうんまあ、200円でも安い、300円でも安いっていう意見もあるし、それは考え方が人それぞれなんですが、まあ、僕はね、100円ショップによって200円、300円が増えるっていうのは、ちょっとどうかなと、まあ、思います。 で、えー、この自民党の愚策が原因となって、100円で買えたものが200円になったりなる、でこれ、皆さんも思うでしょうけど、問題は何かっていうと、値段が上がっているのは100円ショップだけではないんですよ。食品の値段ね、食料品の値段が上がったりとか、あと電気料金が上がったりとか、そういったこともいろんなものがね、えー、なんていうのかな、複合して生活が厳しくなっているわけですよ。 だからあの、別に難ししいい話をしてるわけでではないですよね。皆さんも僕もあの単純に思うことなんですが、どん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 給料が下がっていくから、生活が厳しいなとで、えー、ちょっとでも節約した方がいいから、100円ショップで買い物しようと思ったら、100円ショップの値段も上がったっていう、マジかよって話じゃないですか、普通に考えてね。 でこの状況をどうにかしていかないといけないんですが、全くそういうことをしないと。で、これっても多分、あの負のループに入ってると思うんですけど、僕もあの見たことがあって、皆さんもえ見たことがあるんじゃないかと思うんですが、まあ、100円ショップとか、スーパーとかに行くと、たまにあの商品が置かれてる棚があのガラガラで何もないところを見たことはないですか。だから、商品がまあ置かれていないってことです。だからこれっていうのはなんだかわからないですけど、 まあ、商品が売れてもその次に商品を仕入れないんですね仕入れないというか仕入れられないっていうのかな、うん、だからあのその商品の仕入れコストが上がったとか、まあ、そういったようなことなのかはっきりとっていうのは分かりませんが 商商品品が売れれれても商品を仕入れられない。つまり、えーね、お店とお客との間での,その、ねえー、好循環が生まれない、マイナスの方に行くじゃないですか。でそれと同時に投稿してる人がいたんですが、あの古着屋とかそういったものが最近は増えてるということなんですが、これっていうのは完全に、えー、このね、商品が悪くなっていることを示し,あの示しているんですよね。まあ、古着屋っていうのもよくわからないですけど、 例えばね、古着屋であればその商品を仕入れる、まあ、仕入れるんでしょうけど、そ,の、ねえー、そこまでの、そのなんていうのかな、早い感じで仕入れることでもなく、それこそね、えーまあ、その100円ショップとかスーパーで商品がなくなった、棚がね、開くとかそういうことはないんじゃないかと、だからそういったところで、うん、もう本当にあらゆる意味で苦しくなってるのは、これ、今、日本の経済の状況だと思います。で、これっていうのは何かっていうと、アベノミクスのせいなんですね。 異次元の金融緩和とかね、えー、そんなこと言ってる日銀の安倍と黒田そしてそれを継続している岸田とな上田っていう本当に、えー、どうしようもありませんからあわざとやっていてやってるとかしか思えないんですよ意図的うん。だからもうあらゆるものが上がるまあ食料品とか電気代とかも上がる100円ショップの値段も上がるで、えー、国民の生活がどん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 厳しくなっていくっていうことですで 考え方は人それぞれっていうことをお話ししたんですがこういうことを思う人もいるんですよで、ね、これっていうのはもちろん別にいいとか悪いとかそんなこと言ってるわけじゃないんでリ,リスナー様も思うかもし、えー、れないんですがさっき僕がお伝えした100円ショップでねなんか200円とか300円になるとちょっと悲しいじゃないですかって言ったんですが実はそう思わない人っていうのもいてそう思わない人はそう思わない考えがあるんですよ。 100円ショップにも200円、300円の商品が増えていいっていうことを例えば言う人っていうのがいてなんでかっていうと100円ショップで無理やり100円にして商品の質を下げる、まあ、クオリティの低下がよくないとで実際そのクオリティが低下してるって思う人もいるみたいなんですよそれであれば別に200円、300円に値段を上げてもいいんで商品のクオリティをまを、あ、保ってほしい っていう意見もあります、うん、これに関しては考え方が分かれるんで何度も言えませんが。 まあ人それぞれだとは思いますが、とにかくその100円ショップの値段が上がるとかね、そういったことに関して、えー、まあ厳しいと思う人もいれば、値段をなんとか維持するためにそのクオリティを落とすということに関して反対する人もいると、だつまりそういったいろんな問題からですね客離れと、えー、いうのも起きますし、その利用したね、えー、お客としてなかなか買えないとかってうそういったまあ、ね、ストレス、フラストレーションの原因にもなると、だから難しいわけですよ。で、えー、例えばこういったものもののね日本国内のまあ GDP が上がって国内経済が循環していればこんなことにはならないわけですよ。 と、うん、いうことで、えー、もう本当ありとあらゆるものがあ悪いと、まあ、そういうふうに、えー、思いますということで、えー、ニュースをちょっと見ていきます。ニュースは別に、えー、僕が話したようなことっていうのは全く触れてないんですね。えー、全くもう、えー、トンチンカのもう方向がどこに向かっているかい、意味のわからないことを言ってるニュースなんですが、まあ、100円ショップで、えーまあ、買えた、100円ショップによって100円で買えた時代は終わりつつあるということから始まるんですが、まあ、この100円ショップのことについて、 まあ書かれている内容なんですが大手4社を中心とした100円ショップがですね2023年初の1兆円を突破し前年比で約5%増の1兆200億円前後店舗数は10年で1.5倍の成長を遂げているということで。 うん、これであればね、えー、その商品仕入れとかなんとかできそうな感じなんですが、100円均一で出すのが難しくなっているということが、この後書かれていたんですね、で100円ショップの商品というのは、海外生産品であるということで、ここなんですよ。 円安、物価高、円安による、ね、原材料の価格が上がっているということで厳しいとで、これによって採算が取れなくなって、サイズとか量とかを見直しているということが書かれていますねで。特にプラスチック製品の価格改定が、まあ、気になったということで、事務用品とか、ね、その食品の容器とかっていうのは200円、300円に、まあ、上がっていくということで。 やっぱりこの値上げが影響するっていうことで、ここから出てくる話が全くわけわかんない、トンチンカーのことを言うんですが、 100円ショップが生まれた40年前と比べて取り巻く環境が変化している、えー、中国は人件費が安く、あの現地の工場で大量生産できる、今は中国の人件費が高くなる、日本の賃金上昇率は伸び悩み、立場が変わったとかっていうんですが、全くそんなことではありません。日本国内の GDP、個人消費が悪いからです。だからこういうことを書いてあるニュースっていうのは、全く本質が分かっていない、あるいはですねその本質部分に触れないようにしてるのか、なんだか知りませんけど、わけわかりません。 でこの原油価格も上昇し、以前より輸入コストがかかっている、えー、それにとっては、えーまあ、業界にとっては予想外に厳しいと、まあ、これはこうそうかもしれませんが、日本国内の個人消費を上げるということは全くどこにも触れていないんですね、話になりません。 だから、こういうニュースが出てくることはいいんですが、きちんとしたことを言わないことによって、えー、なかなか理解されない。で、僕が言ってることは正しいかどうかというのは分かりませんが、僕なりに調べて、このようなことだろうなということは精いっぱいお話しております。で、今度、100円ショップからですね、300円ショップが広がっているって言って、僕も見たことあります。なんかね、100円3つで3コインとかっていうのを見たことあるんですよ。まあ、行ったことはな,な,ないんですけど、300円ショップっての見,見たことがあるということで。 で、えー、リスナー様も多分この300円ショップのご,ご,ご存知の方いらっしゃるんじゃないかと結構あのね、えー、その300円ショップっていうのはあのお店があ,ありますよね僕は田舎なんでその300円ショップっていうのは、まあ見たことぐらいしかあないんでわからないんですけどで、まあ、100円ショップから300円ショップにまあ変わっていきつつあるとデザイン性、えー、品質に優れた300円ショップが2023年度末には1000店舗を超えたということで、うん、でまあ 100円均一でやってきたけど、まあ、今後それは難しいんじゃないかと、100円にこだわるか、値上げに踏み切るか、100円の価格を維持するのは苦しいと書かれており、業界は曲がり角に来ているということで終わっているニュースなんですね。うん あとはですね、僕はちょっと調べてって、これは思った個人的なあの考えなんで、皆さんもそういうふうに思われるかなと思うんですが、あのこの100円ショップの話っていうのと見せかけて、まあ、見せかけてっていうか、関係してっていうことなんですが、実は日本の伝統文化、ああそういったものの破壊につながるともとれるんですよ。 考えすぎかもしれないんですが、プラスチック製品を増やしたいとかって言っても、その、ね、園芸関係のものを100円ショップで買うって、本来はねこの園芸商品とかそういったあのも,ものっていうのはその日本で伝統古来のものがあると思うんですが、そういったものが買えないんですからね、今。だかかからららそそういったもののの経済の話から 経済が厳しくなることからその日本の伝統文化の破壊、そういったものにもつながっていくんじゃないかと思います。ないその日本のですね昔ながらのそういったものがいいと思うんでしょうけど、高いじゃないですか。買おうと思ってもね経済的に厳しかったら買えないと。じゃあ,あの100円ショップにまあしようかって、それはそれでいいんですけど、そうなってくると今度その日本の伝統文化、工芸品とかのところのどんどん,どん,どん,どん売り上げが下がっていく。ののでそういったあの 悪循環に入るわけですよでそれは何でかというと自自民党自公政権の愚策が原因です全てこの失われた30年と言われていると皆さんも思ってらっしゃると思いますが消費税を導入して雇用を正規から非正規にしたことでそういったものが少子化につながっていき あのその経済的に厳しいことから、結婚をしなくなった人が増え、子供ができない、さらに奨学金の問題とかも重なってきて、借金を背負ってより結婚しない、子供ができない、そういった原因になっている、すべて自民,党の自民党の愚策が原因、国民のせいではない、で今からすぐにでもこういったことを、ね、やり直す、考え直すことができるし、しなければいけないんですが、それを全くしないということです。 最後にもう一回お伝えしますが、この状況下になって、どのようなことが必要なのか、もうすることというのは明らかです。消費税を廃止して、インボイス制度を廃止する。そして日本国民全員に給付金を配り、日本の中小企業に資金を投じる積極財政。これをしなければ日本経済は崩壊します。やることは分かっているにもかかわらずやらないで。そういった人間、自民党、自公政権が、あ 政治の舵を切り続ける限り、どん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 状況が悪くなっていくんですよ。で日本国民が生活できない日本になっていく、これをどうにかこうにかひっくり返すには、きちんとした経済政策が必要なんですね。それを考えると、令和やも太郎さんしかいないと僕は思っています。 だから本来ですね日本が良くなるんであればこの僕が話してる話とか皆さんも思うまあ思いとかそういったものをもっと多くの政治家がね、えー、共通認識として掲げてその人間たちが政治の舵を切っていけば一気に良くなるんですよ。 1>, あの1年で変わると思いますよ。僕、ずっと思ってるんですよ。こういった考えを持ってる人たちが政権に入ってきちんとやってくれれば1年で変わりますよ。だって、とりあえずはあ、ね、中小企業の倒産を防げますから、中小企業の倒産を防いで、そこから経済好循環の方に回っていけるわけですよ。でも、回っていかないのは自民党、公明党のせいです。この者たちが政権を維持している限り良くなることはありません。そして、例えば政治の話でね、難しいからどうのこうのと思うかもしれない。まあ、皆さんは思わないと思いますが、 僕たちの、ね、生活100円ショップの値段にそういったことも表れている、まあ、そういうふうに思いますということで、まあ、今回は僕たち日本国民の暮らしに関係ある内容についてお伝えいたしました、まあ、こういった話が出てきてですね何かわかることがあったらまた取り上げてお伝えしよう,しようと思うので今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします